はい、それでは、ウェルインテクノロジーから紹介させていただきますのは、こちらのリアルタイムアンドロイドという製品になります。これはどういったものかといいますと、今流行りのアンドロイド、これをですね、リアルタイム性を持たせてしまおうというソリューションになっております。実現方法としましては、こちらの図にありますようにiTron OS、リアルタイム OS をホスト OS として構えまして、その中のワンタスクとして Android を動かしてしまうというものになります。これによってですね、リアルタイム Android、Android が苦手とするリアルタイム処理を iTron 側にやらせてしまうというソリューションです。でまたですね、ホストとして iTron が動いておりますので、例えばあまりやってほしくないことですけども、 Android の動きがおかしくなったであるとか、最悪の場合フリーズしてしまったといったときにですね、それでシステムを止められないといったときでも、iTron 側に重要な処理をやらせておけばですね、例えば、フリーズしてしまった Android を iTron が一旦殺してしまって立ち上げ直すということもできます。ですので、非常に安定性の高いシステムというものが、構築できるようになっております。でまたですね、iTron 側で Android を制御しておりますので、例えば、Android の優先度を上げたい、もしくは Android の優先度を下げたいといったこともですね、iTron の方で全て制御できます。よく心配されるのが、こういった構成をした場合にですね、じゃあ Android の処理が重くなって iTron が処理遅くならないのであるとか、逆に iTron の処理が重くなって Android がカクカク動いたりしないのというような、部分をですね、心配される方いらっしゃいますけども、それはですね、 iTron 側で、全て Android のリソースというのを管理しておりますので、そういった心配を回避することはできるようになっております。でまたこういった構成でですね、それぞれの OS が同じデバイスを、共有するということがもちろんできるようになっております。例えば、大容量のデータを iTron と Android の双方でシェアしたい、もしくは引き渡したいといったときにですね、おそらくメモリーを共有するということになると思いますが、その共有もですね、簡単にできるように、構築されておりますので、その部分も心配なくできます。でまた例えば LAN のドライバーなどですね、 iTron 用にしか持ってないといった場合にでも、実は Android から iTron のドライバーを使って外部デバイスにアクセスするということもできますので、例えば Linux でしか資産がないドライバー、逆に iTron でしか持っていないドライバーというのも両方の OS 間でシェアするということができます。でこのリアルタイムアンドロイドなんですけども、どういったお客様に今使ってもらっていただいているかといいますと、一番多いのはですね、例えばカーナビだとかカメラだとかプリンターのように UI 部分、ユーザーインターフェース部分がついておりまして、ハードも制御しないといけないという機器、こういった、分野で使われております。でそういったお客さんはですね、これまでの製品をすでに iTron で作られているというお客様が多々いらっしゃいます。で例えば自分のですね、会社用のチップに、もう自分の会社のドライバーが乗っかっているといったときに、 Android が流行っているけどもすぐにそっちに乗り換えるということはできない、なぜならもう iTron でいろいろ作っちゃってると、そういったお客様もですね、 Android をお試しで使いたい、 iTron の資産は残したいといったときに、こちらはベストソリューションとなっております。このリアルタイム Android を用いることによって、それまでお客様が作ってこられた iTron の資産、これも使いながら Android のリッチな UI というものも、使うことができるというですね、利点がありますので、過去の資産を流用という意味で、今既存の iTron ユーザーの方が Android を使いたいという用途でも多く使われております。でこちらに、ね、ありますボードなんですが、実際にですね、このリアルタイムアンドロイドを実装しておりますボードになっております。はい、こちらのボードですね。こちら見ていただきますと、アンドロイドのホーム画面がですね出ておりまして、通常動作、このように普通のアンドロイドとして動いております。で実はこの下で先ほど紹介いたしましたように、 iTron が動いております。で、デモ用にですね、 iTron にわざとこういう映像をですね、今割り込ませました。この映像を描いたのが iTron になりまして、その裏で今 Android も動かしております。この画像制御は
アイトロンであって、Android も動き続けているというような形で、1CPU 上でアイトロンと Android を同時で動かすということがもうすでに実現しております。でもしそのAndroid の比率ですね、任せる処理の比率が低いようであれば iTron 側でいろいろやらせてもいいですし、逆に iTron のやる比率が少ないようであれば Android にですね優先的に動きを持っていってもいいですし、 UI として使う分にはですねこういう形で苦なくこの iTron と Android の両方実装するというのを実現しております、はい。こちらではですね、ウェルインテクノロジーのAndroid スマートブートの紹介をさせていただきたいと思います。で弊社の製品で、Android リアルタイム Android という製品がありまして、そのオプション製品となっております。実際Android のスマートフォンなどをお持ちの方はご存知だと思うんですけども、電源を入れます。そうするとだいたい早いものでも1分ぐらいですね、起動に時間がかかってしまう。これは Linux の性質上ちょっと仕方がないところもあるんですけども、例えば Android 流行ってきておりますが、それを家庭用のテレビに使おうとか、カメラに使おうとか、そういった時にですね電源を入れて1分2分待たされる、これはお客さんにとってはまずありえないことだと思います。電源を入れればすぐ立ち上がってほしい、これまでそういう環境でしたので、 Android だから許してねというわけにはいかない。ではそこでどうするかと言いますと、弊社のリアルタイム Android のオプションであるAndroid スマートブートを使うことによりまして、この高速起動というのを実現しております。どういうふうにこの高速起動を実現するかといいますと、まずはですね iTron に Android のイメージ全体、RAM 上で起動しております Android データのデータ自体をですね ROM に一旦退避させます。でその状態で電源を落とすとしますと、 Android の実行状態というのは ROM に残されている状態になります。でステップ2、システムの再起動をしますと、まず iTron が立ち上がります。でこれはもうマイクロオーダーですぐ立ち上がるんですけども、その後に Android を立ち上げるときにですね、1から立ち上げるのではなくて、このステップ1で ROM に対したデータ、これを RAM に展開してしまうということをやることによって、もちろん CPU であるとかメモリ、その他の環境にもよりますが、早ければ1秒から2秒でAndroid を起動させることができるというソリューションになります。でもちろん、Android のデータをですね丸ごと ROM に入れて丸ごと出すというではなくて、弊社の、その辺の技術を使ってですね圧縮して入れて、いろいろと技術的にはいろんな仕掛けを入れてるんですけども、この Android スマートブートによってですね、Android の使用範囲というのが家電の方にも入ってくるのではないかと、それを見越してですね弊社では、リアルタイムアンドロイドとこちらのアンドロイドスマートブートというものを、製品として、今回一押しという形で、宣伝させていただきました。はい、ありがとうございます。